リフ長が全職員を対象に大地震を想定した訓練を行いました。訓練は午前8時にリフ長で震度6弱の地震が発生し、津波警報が発表された想定で行われました。職員には事前に訓練があることを伝えない抜き打ちでの実施です。職員に緊急参集のメールが送られると、10分ほどで職員が続々と到着し、1時間後にはほぼ全員が出勤しました。職員たちは災害対策本部を立ち上げて、被害状況などの情報集約や避難所を開設する手順を確認しました。訓練は東日本大震災当時を知らない職員が増えていることから、危機意識を高めるのが狙いです。初めて、ことに当たる職員も、多かったんでございますが、指示系統がうまく働いて、スムーズにテントの設置、また避難所の設営ができていると感じております。リフ町ではこれまでの訓練は個別に行っていて、全職員を対象にした訓練は初めてです。